県大会なのにホームラン3本も打ってもたな。スカウトの人も来とったし、これスカウトの人結構あるかもしれんな。未来のスーパースター見つけちゃったよ。輝いてたじゃん。ありがとうございます。君か、君のあの大学から始めたな。あれをね、肘を取らずコンパクトに打っちゃうなんてね、あれは多分君にしかできないと思うな。 ありがとうございます。うちに来ちゃえば間違いなくナンバーワンになる。いや、一番になっちゃうね。一緒の意味ですとにかく僕は君をスカウトしたい、はい、うん、どうかな、うちのチームに来てくれないかな。いや、入りたいです。入って活躍したいです。ご入店ありがとうございます。ご入店まず基本時給1500円で、そこからプラスアルファで指名料、飲食代の 50% が君にバックされる。そして売り上げを上げちゃえば上げちゃうほど君の時給が上がっちゃってて、さらにはナンバーワンにもなっちゃうと思う。じゃん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 、お金が舞い込む。止まんない。ちょっと待って、話が全然読めないんですけど。何じゃん、スカウトの話じゃん。いや、ですよね、うん、スカウトで間違いないんですよ。もちろんじゃん。野球のスカウトで間違いないんですよ、ね、君天然じゃん。天然、この子天然。誰言ってんの。ホストのスカウトに決まってんじゃん。ホスト。もちろんじゃん。え、俺もホストにスカウトっすか。もちろんじゃん。なんか勘違いしちゃってる。いやいや、それは勘違いしますよ。いや、僕どっからどう見てもただの野球少年ですよ、ね、ちょっと待って、ちょっと待って。俺どっからどう見てもただのホストじゃん。化けましたよね途中でネクタイ取って金見せて確実に化けましたよね。ちょっと球場にホストおるなんて間違いですよ球場の前をフラッと歩いてたの、はい、そしたらコールが聞こえてきちゃって、はい、カットはセーフ、カットはセーフ、どいつもこいつもカットはセーフって。あ、それ応援団の応援ですからコールじゃないんですよ。ホストっていうのはさ、コールが聞こえちゃうとそこに寄ってっちゃう習性があるんだ。あ、だからそれ応援団の応援ですからそしたらそこに君がいた。これって運命じゃない。いや、全然運命じゃないですてか、なんで僕みたいなやつをホストにスカウトするんすか。そっか、君はまだ自分の才能に気づいてない系だ。わかんないですよ、僕女の子と付き合ったことすらないんですよ。君のあのヘッドスライディング、はい、あのヘッドスライディングはショーの時に見せると最高に盛り上がる。いや、絶対盛り上がらない。潰れますよ、逆に。そして君のシュンビタ盗塁、はい、あれは言っとくけど、もう類を取ってるんじゃなくて女の子のハードを取ってるからね。いや、言っとくけどって言われる、はい、とにかく来てくれれば、君の後ろチームに来てくれちゃえば君も儲かる、俺も儲かる。これは何ていうか知ってる。ウィンウィン、ウィンウィンじゃん、じゃんじゃん、ウィンウィン、ウィンウィン、じゃんじゃん、儲かる、たまんない。すげえいい天気とにかくさ、うちの子らからうちのチームヤンチャーズに。ヤンチャーズすごい名前ですね僕ヤンチャーズじゃなくてヤンキースに入りたいんですよ。松井秀喜選手に憧れてるんですよ。ちょっと待って、秀喜ならうちにもいるからさ。 いないですよ。まあ漢字で悲劇って書いて秀喜って思うんだけど。いや、とんでもない名前ですねクソダサいっすね。いや、なんか悲劇といい、ヤンチャーズといい、なんか罰制感すごいですね。あんまり舐めないでもらっていいかな。はい、新宿だからさ。あ、そうなんですか。大都会、東京、新宿、下落合だからさ。どこなんすか歌舞伎町とかじゃないの下落合新宿社員もすげえ儲かっちゃうからさ。いや、いいですけど、お金とか興味ないんでちょっと失礼します、はい、すげえモテるのにな。いいのかな、もう毎日毎日違う女性が今日は何してんの、明日は何してんの止まんない。オファーが止まんない。じゃん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 来ちゃって止まんない。携帯鳴りっぱ誰か止めて。戻ってきてんじゃん。いや、まあ話聞くだけですけど。女好きっしょ。いや、まあ野球一筋。絶対女好きっしょ。好きっしょ。ちなみにさ、好きな芸能人とか誰や。ミランダか。ミランダか。ミランダか。じゃあまあ、そのクリソスのことも付き合えちゃうんだけどな。なんだったら、その本人とも付き合えちゃうんだけどな。ヤンチャーズ入団します。入店ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。